いや最近めちゃくちゃ暑くなってきましたよね。皆さんご存知の通り、私は人一倍暑がりなんで、こんなに暑い日が続くとご飯作るのもね、めんどくさくなっちゃう日があるんですよ。そんな時にはこちら、はい、無印良品のじゃん、バターチキンカレー。家の近くにね、無印良品家の近くにね、大きい無印良品の店があるんですけれども、そこでいろいろね見てるんですけど、こいつはね鉄板の美味しさなんで、今回はこちらを使ったアレンジ料理、オーブンで作るバターチキンカレーのチーズドリア作りたいと思います。はい、それでは材料の方なんですが、もちろんね先ほどのバターチキンカレーです。見えるかな、ちょっとピント合わせますね。ピント、これねちょっと大きいんですけど、ここ見える 2,3 人前って書いてあります。今回はね、今回はこれでたっぷり作りたいと思います。それとドリアといえばご飯なんですが、今カメラの後ろでねご飯炊いてあるんで、もうすぐ炊けると思います。そちら炊きたてご飯を適量。それと今回はねチーズはこのピザ用のとろけるチーズとチェダーチーズのスライス買ってきました。見えるかな、はい、はい、この2つを使います。それとあとはね最後に振りかけるパセリ、乾燥パセリね、これぐらいでいきましょう。はい、材料は以上です。どうですか、簡単そうでしょう。それでは作っていきましょう。エアコンがついてるんで、風が吹いてて、それでね、またチキンカレー温めていきます。時間は10分から14分って書いてあるんですけど、最後にねオーブンに入れるんで5分ぐらいで、5、6分温めていこうかなと思います。よいしょ、5分経ったんで1回戻します。はい、温めてる間にねご飯の方も炊き上がりました。こちらです。はい、今回ね2合炊きました。全部入れちゃいましたんで、ここにねカレー入れていきます。いきます。ちょっとなじまして、とろけるチーズもたっぷりと、ドリアなのかチーズなのか分からへん。はい、おっと、こんな感じでできました。はい、それではねこれを200度のオーブンで6分から8分ぐらいまでかな、それぐらいちょっと焼いていきます。真ん中らへんがっつりいきますね。
に襲ってからいただきます。いただきます。泣く、うわ、泣く、うん、うまうまい、うま、うん、めっちゃうまい。お肉ゴロゴロで、ゴロゴロのお肉がね入ってて、こんなね大きいお肉入っててめちゃくちゃ美味しい。うん、間違いない様でした。残りはね明日のお昼に食べようと思います。それでも半分は食べたんでね、結構ね食べれたと思います。無印のカレーといえばね、最近ね辛いの多いと思うんですけれども、このバターチキンカレーに関してはまろやかな味で、辛いの苦手な私でも美味しく食べることができます。しかもねまろやかやけど、スパイスはしっかり効いてるし、バターのコクもあってめちゃくちゃ美味しいです。こんなに簡単にできるのに、チーズもカレーもトロットロでお店に出せるレベルちゃうかっていうぐらいの美味しさに出来上がるので、皆様一度お試しください。はい、本日の動画は以上となります。この料理役に立ちそうだったらグッドボタン、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーサンゴームビーゴーでした。グッ。